月岡設定とは、江戸時代中期から後期にかけて活躍した浮世絵師。生は源の、本生は木田、名は正信。俗称を、間淵ち単といい、字を大谷と言った。五に新天王、月岡三人、路、人斎、二式わらべ、桃など。大見国加毛郡日の大谷村生まれ。大谷には、ガツ、岡山という小高い丘があり。 設定はこの山の名称から月岡とし下と伝承がある。現在、この月岡山には設定を検証する石碑が建てられている。一方、画号の設定の由来はわかっていない。父、木戸平四郎友貞は医者で大阪に移住。設定も家業の医者を継ぐも病気がちで断念する。その後、同郷の家仮の派の絵師、高田圭介門下で、 本格的な画法を学んでいたが、西川助信の影響で、月下遠い図などのような肉質美人画も描く。現在、確認できる、最初の作品は、法歴三年正月刊行の絵本立田山で、法歴年間に手掛けた半本は確認できるだけで30冊に及ぶ。人和寺に申し出、明和二年、1765年6月に、北京医を得る。この頃は、 大阪江戸堀二丁目に住み、隣人は、国学者、江田よ、安氏、大阪の文人サロン、混沌に死者を中心とする詩人や学者と交流を持った。作品も半本は減り、代わりに、肉筆画が増えていく。安永七年三月に、息子、節祭は、北京、自身は方言に、水面された。北京院を得た年かまたは、翌年から、京年初に9歳。 または十歳加算するようになる。以後、三福体や屏風など大画面の作品を手掛けることが多くなり、富裕な人々からの注文が増えたと推測される。1775年、大阪なし潮町の震災橋筋に移住。去年77、長男月岡節斎、次男月岡設計も浮世絵師。門人に、しとみ、関月、岡田玉山。 墨之江武前、森山根本、桂宗信などがいる。また一説には、月岡吉俊は、設定の長男で、月岡摂斎の画系を引いていると言われる。作画期は、宝暦3年頃から、没年の天命6年に至っており、肉筆浮世絵のほか半本の挿絵にも筆を取った。肉筆画の多くは、美人図で、 ふ、不彩りの美しい画品を備えた作品が数多く見られる。設定の描く女性は、色白で鼻筋の通った売りザネ顔に、切れ長の目が特徴で、京都のものとは異なる独特な写実性のある作品が多い。荒円な美人の輪郭線に、薄い墨と落ち着いた朱色を併用することで、色白の肌との調和を図っている。また、春画の名手としても知られる。 天命の大火の時、焼け跡の中になぜか残った蔵があった。いぶか死んだ人々がその蔵の中に入ってみると、その持ち主も見覚えのない設定の春画があったという。この逸話が広まり、設定の春画は日よけになると評判が広がり、値が10倍にもなったという。ただし、美人画や春画ばかりを描いたわけではない。 水墨を基調とした人物画には仮の派風、山水画には雪舟風の描法を用い、死のケース家の影響が監視できる。和漢の古典や古事に取材した作品も参見され、時には設定自ら漢詩や和歌を書き込んでいる。設定が用いた誘引、図腐色鮮鉄蒼白は、先人の真似をしただけの絵は描かないの意で、設定の絵に対する思想を表している。 こうした、設定の絵は貴族にも愛好され、その絵の値段は30金、50金にもなった。以上は、山本ゆかり、月岡設定肉筆画一覧、情報風俗画の研究、西岡助信、月岡設定を中心に等をもとに追記作成。ありがとうございます。